創価学会とは何なのか分からないけど名前は知ってますよね、えー、名前は知ってるけど詳しく知ろうとしたことはないっていう人多いと思いますこの名前自体がねえ宗教団体なのかなんか教育団体なのかうーなんかその中間的な名前じゃないですか。その上で、え、仏教をルーツにしてんだ どうも、中田敦彦です。さあついにこれをやる日がやってまいりました。行きましょうエクストリーム現代社会創価学会編 <laughs> どうなるありがとうございます。もう、どうなるのというね、雰囲気が満ち満ちておりますけれどもこれはですね、えー、まあなんでやるのかっていうまぁ、あ、元々ね、ずっと興味があったわけですよ。ねその上で、この本ね最近発売した池上さんの本ですね これであの僕田中角栄さんをね学ぶきっかけにもなったんですけどこの日本の戦後を知るための12人この中にですねこの創価学会の第3代目のですね会長であるとこの池田大作さんこの名前もあるわけなんですよそれを見てですね私学びましたなるほどとねまずこれをテーマに扱っていいんですかっていうことがね、えー、非常に皆さんちょっとざわつくところだと思うんですけれども いいんだと思うんですよ。はい。それなんでかと言いますとですね、えー、まあ存在してるからですよね。えー、その上ですごいですよ影響力。交渉800万世帯、日本でもね。えー、そして世界91カ国地域に220万人新党の方がいらっしゃると言われて、さらに日本ではね、政治に大きな影響力持ってますよね。政党、公明党というのを持ってるんでね。でここでですよ、池上さんがですね、選挙特番とかで。 公明党の人にですね、政教分離についてはどうなってるんですかとかその票の集め方についていろいろとですね問いただしたことで「えっそれって触れていいことなの池上さん」みたいなところからあの「池上無双」っていう言葉ができたのってこの案件かららしいんですよね。で知っていくことでですねでも理解することがまず大事なわけですよ。 分からないけど、名前は知ってますよね、えー、名前は知ってるけど詳しく知ろうとしたことはないっていう人多いと思いますねもしかしたら知り合いとかご友人の中にですねこの学会の会員の方がいるっていうね人も多いと思いますでもよく分からない分からないからちょっと触れないでいたそういう人が大半だと思うんですよで今回まず明らかにしておきたいのは私は賛成でも 反対ででででも、否定でも、も肯定定否なくですね今回はこの創価学会というのがどういう経緯を経て現在に至っているのかということを知ることに価値があるということをですね、えー、私は考えておりますのでその一点でのみを持ってです、ね、思ってすおります、はい、その上で、えーまあ、それがいいか悪いかは別として私はこの学会員ではありません。はい ここれは事実、とということなんですね、えー、池上さんもですねその学会のことについてですねいろいろと切り込んでで逆にそれが PR になってるから学会の方なんではないかっていう説が出たりとかいろいろあるらしいんですよでもですね面白いのは池上さんは学会員の方ではないらしいんですねまずまずそれをあのこの本に明記しているその上でおばあさん池上さんのおばあさんは学会員だったらしいんですよ その経緯も含めて、お話したいと思います創価学会とは何なのかまずですね、このいわゆる、宗教団体ですよねこの宗教団体のルーツが、実は仏教だっていうことをご存知ない方も多いと思うんですよえあそうなのとちょっと、教義とか全く知らないからなんか、この名前自体がねえ宗教団体なのかなんか、教育団体なのかうなんか、その中間的な名前じゃないですか その上で、えっ、仏教をルーツにしてんのここが名前からだと、問題感があると分かりませんよね。仏教なんです。さあ、それは、鎌倉時代の新仏教6。私、日本史で何度もやりましたよね。ねえ、それまでの。 奈良平安で仏教がやってきてね、あ、アスカの時代にやってきたわけですよ。で、奈良で鎮黙国家として大仏作って、で、平安で密教が輸入されて、ね、最長と空海があって、でもその修行ばっかりで、ね、厳しい修行だけだったらみんなが救われないじゃないか。庶民が救われる仏教をということで、新たに浮かび上がってきた仏教っていうのは新仏教6でしたね。 庶民のためのどちらかというと修行とかが厳しくない仏教というのがざっくりした理解でいいと思います。そんな新仏教シックスの中でですね。日蓮宗浄土宗浄土真宗臨済宗曹洞宗次宗ね。色い々ろいろあるわけなんですけども、系統で言うと唱えればいいよ。派と座ればいいよ。派で私言いましたよね。要するに座禅を組んで。 まあ、見つめ直そうという禅宗の流れっていうのが臨済宗とか宗禅ってやつですよねそれ以外は南無阿弥陀仏とか南無妙法蓮華経とかそういうふうにですね唱えることで救われるんだよという唱える派と座る派っていうねそういう「スピーク・オア・シットっていうね スピークはシットダウンという私雑に私エクストリームに教えたじゃないですかそれの中の日蓮宗をルーツに持つんですよこれはこれね日蓮宗っていうのはねこれ日蓮っていう人が海藻なわけですねこの日蓮とは自分で名付けたわけなんですけれどもこの日蓮というね海藻の人はですねなこの仏教6の中でも非常に特徴的な人だったんですよ何か多宗派の攻撃が激しかった人なんですよね 日蓮宗はですね南無明法蓮華経と唱えるるのが正しいって言ってて言んですねで、浄土宗、浄土真宗そして次宗、この3つはですねまあ、非常に似ている兄弟的な、まあ、孫的な関係の宗教でして、まあ、浄土宗から浄土真宗できて自衆できたみたいなそういう流れなんですけども南無阿弥陀仏と唱えるんで,すよでこれ何の違いなのと「南無共通してますけども」と「南無は一緒なんですね」みたいな。 これは、ナムが共通しているのに意味があるんですよ。ナムっていうのは、消えするっていう意味。I believe って意味なんですよ。私はこれに、を信じてます。ね。私は信じてます。ナム。阿弥陀仏。つまり、I believe 阿弥陀仏ってことなんですよ。そういう信仰を討論してるわけなんですね。I believe 阿弥陀仏 !I believe 阿弥陀仏ということで救われるよと。なんでかというと、この浄土宗っていうのね。 阿弥陀仏っていうのはすごい阿弥陀如来っていうのはすごいんだよとなんせ助けたいんだよと、ね、あの築地にあります築地本願寺ってのはこの浄土真宗のね、お寺なんですよねあの築地の市場あるじゃないですかあの隣にね、ちょっとこうオリエンタルな石造りの寺院があるんですよそれが浄土真宗のね、築地本願寺見に行くとですね、その本堂にですね中に行くとですねこ阿弥陀如来がドーンと鎮座してるわけなんですねこの阿弥陀如来様っていうのはね こう、前傾姿勢なんです、ね、何でかっていうとものすごい勢いで助けようとしてるからっていうこの前のめりの仏というね、えー、状態の阿弥陀仏アイビリーヴ阿弥陀仏これを言おうぜ、ね、言ったら救われるよこれがまあ基本なんですよ。ね、ただこの浄土系のですね南無阿弥陀仏を激しく攻撃したのは、この日蓮なんですね。この日蓮さんって人は南妙宝蓮華経これ何か I BELIEVE 妙法蓮華経ですよね妙法蓮華経っていうのは経典なんですよホッ経という仏教の中での大乗仏教という流れの経典があるんですねこのホッ経という経典が第一だそれが一番でそれ以外は間違ってるだから阿弥陀仏と唱えればいいだなんてのはデタラメだという攻撃の仕方なんですよ アイビリ i e これが違う。ナムの跡が違うことが問題。それでこっちとこっちで違うよということで共存することもできたんですが、日蓮はそれを攻撃するという姿勢を取ったわけなんですね。もう歴史ですよ。鎌倉時代ですからね。この日蓮はですね、その上で、この間違った仏教が流布してるというのは、 もうこれはその、国の乱れに通じますぞということで「立正暗黒論」というのを書きましてですね要するにこの難明法蓮華鏡日蓮宗を信じないと国が乱れるぞというご意見をですね時の最高権力者北条時頼に提出するんですね懐かしいですね北条なんて懐かしいですよねあの戦国時代のね後北条じゃなくてこのそのね小田原北条じゃなくてこっちの鎌倉の ザ・北条ですよ。ね、あの源家の後にに、ね、権力握りました北条時よ北条様とねこれを信じないと大変なことになりますぞとなんだ、ね「何だ?」ね時よ様日蓮なる者からこういうものが届いております」「立正暗黒論何だ?」読むとですねここに書いてあるわけですよ。ね 最近では念仏を唱えれば救われるなどの邪衆がまかり通っているいろんな宗教が混在しておるだがこの南無明法蓮華経これを信じないことには救われませんぞと最近いろんな災害が起きてますね日照りとかねいなの不作とかいろんなそういう天災災害とかもですねそういう国の宗教の乱れから来ておるのですそして この乱れが行き切った暁には日蓮宗を信じなかった暁には他国から侵略されますぞこういう本だったんですよ。他国から侵略されるぞという脅し文句が入っていたことで北条時折はそれを読んで怒るんですね。激高するんですね。何言ってことですね。日蓮だとと言ってですね島流しじゃと島流しにさせられるんですよ。 おいよく言ったのお前あの他国に侵略されても誰が言ってんのか、ね、やろうパッて侵略ねそれで島流し伊豆に流されてそこから新潟県の佐渡にまで流されるねところがここでですよ他国から侵略この日本がありえない鎌倉なんですよ北条といえば鎌倉といえば日本があの未曾有の他国侵略をされた時代そう現行ですよ あの、チンギス・ハンの、ね、子孫たちが、うわー来るという、ね、二度にわたって来るという、あの、大ピンチが訪れちゃうんですよ。それによってですね、その一部の者たちは、ちょ待って、当たってたんじゃん当たってたんじゃんっていうことで、にわかに盛り上がるわけですね。日蓮正しかったんじゃんと。それが、 ね、予言が的中したのかしてないのかそれも信じるか信じないかあなた次第なわけですよ <laughs> ところがここで日蓮がそう言い北条が島流しにしその後原稿が来たこれは事実なわけですよねドゥワーッと、うん、それでまた、ね、島流しから戻ってきた日蓮がですね、えー、大田区池上に、えー、立ち寄った時に、えー、作ったのがこの「池上本願寺」となっていくと、はい、でこの日蓮亡きあとですね そのの流れを組んでででく者たちってのは弟子でいるわけですよね,ねまあもちろんその階層がいてそれがまあ継がれていくからまあ,あその宗教っていうのは今もあるわけなんですけども大体の宗教がやっぱりこう分派していきますよね、えー。やっぱりイスラム教だってスンニ派とシーア派に分かれていくとかキリスト教だってカトリックプロテスタントね、えー、あとイ,イギリス国教会とか。 ね、ロシア正教とかギリシャ正教とか分かれていったじゃないですか、ね、そういうふうな形でですね分かれるんですよ日蓮衆6人の弟子がとい,わい,いたと言われておりましてその6人の弟子全員にですね日なんとかっていう名前を付けるんですねお前日なんとか日なんとか日なんとかねだから日6がね、えー、<laughs> できるわけなんですね日6がいるわけなんですけどこの日6の中で,ですね5人はですね、まあ、大体意見を同じにしてたんですけど1人ですね いや、違うよ君たちはというですね、弟子がいたとそれが、日光という人だったんですねで、この日光という弟子が作ったのが日蓮聖宗そして、その他の五人の人が作ったのは日蓮宗と言われている何が違うのとあまあいろいろ細かく違うらしいんですがこの池上さんの本曰くですね、えー、この日蓮さんの置き所がちょっと違うらしいんですね日蓮さんってのはどういう立ち位置の人って言った時にこの日蓮宗はですね、まぁ、あ すごく偉い人なんだけれどもま,あまだ修行中の身ということで仏になる手前の状態の修行中の身のことを菩薩というんですねらしいんですよ仏教ではね菩薩様ってのはそのまだ修行中ねっだけどこの日蓮聖書においてはもうこの日蓮さんっていうのはもう悟り開きましてもう完全にゴールまでたどり着いた仏という,う立ち位置で考えてるだから呼び方も日蓮聖人 が、こっち。で日蓮聖宗は日蓮大聖人と聖の人ということになっているらしいんですよ。で話は日蓮宗ではなく日蓮聖宗でもなく創価学会の話ですよね。創価学会というのはこの日蓮聖宗の流れを組んで作られていくのです。はい 時は昭和ですね。昭和初期ですよ。ね、もうだいぶ流れましたね。鎌倉から昭和までというね、ビューンって行くんですけども、昭和にですね、この牧口常三郎という人がいたんですね。えー、この人はですね、まあ、教員なんですよ。はい。で、まあ、その小学校の教師からですね、校長になって、いろんなね、都内のね、白金の小学校の校長とかもやっていたような、えー、校長先生なんですね。えー、で、そんな中、 えー、戸田常世という人が、えー、この牧口さんを訪ねて、その牧口さんに見出されて、その小学校、校長している小学校の臨時の教員に雇われたりなんかして、関係が深まっていったらしいんです。はい。この牧口さんと戸田さんという人がいました。はい。で、うん、まあ、独自の教育理論を持ってたわけなんですね。そんな中、この牧口さんが、弱い58あたり、50代後半あたりにして、 日蓮聖宗の人と出会うんですねで日蓮聖宗の人にこの日蓮さんの仏教の教えを聞いてですねそれすごいいいじゃん素晴らしいということでそこで開眼するんですよ50代後半で小学校とかの教育もやってて教育論とか何がいい人生とはとかそういうことをやった後で日蓮聖宗に出会ってああそれは素晴らしいっつってその入信するんですよでその弟子的存在だったね、えー、じゃあ戸田君も入りなさいよと。 こんな素晴らしい教えなんだと、そうですか牧口先生ということで、戸田さんも入ることになりました。2人の教育関係者が日蓮正宗に入ったという流れがあるわけですよね。はい、だから教育者なんですよ。で、そんな中この牧口さんっていうのは自分の中でですね、その仏教の教えと教育論を混ざったその自分の中でのその思想を固めていくわけですよ。 で、この戸田さんは戸田さんでですね、えー、その臨時の教員辞めた後塾を作るんですね。で学習塾作りながらその数学の本出すんですよ。塾,塾,塾の先生が数学の本出すとまあ普通の流れじゃないですか。 出てるでしょ本屋さんでもねその塾講師の人が出してる「よゼミなんとか」とかね「なんとかね塾の講師カリスマ講師出した」みたいなねあるじゃないですかあれでですね「推理式指導算術」というまあ、数学ですかね算数ですかねそこら辺のその本を出してですねそれがなんと100万部を超えるベストセーラーになっちゃうんですよすごい売れるわけですねあっこの本いいってすごい売れるで算数の本がすごい売れたことで出版社を立ち上げるんですねこの戸田さんが。 で、出版社立ち上げましたよと言って、牧口さんの考えている教育理念、総価教育学体系っていうのを考えてた。ね。人生は価値を作る。ね。価値を作るのが一番大事だよっていうことを説いている総価教育学体系。これ本にしませんか僕出版社立ち上げましたかと。で、今僕そのベストセラー出してるんで、先生の本も、うん、多分売れますよと。ね。その人が出したといえば。って言って、その、えー、この、 本も出すことになる。で、出版ビジネスと教育出版教育ビジネスで当たるわけですよこの2人でそんな中よしじゃあもう組織を作ろうということでそうか教育学会というのを作るんです見てください教育が入ってるんですよこの学会というのはこの日蓮正宗に入信している教育者の集まりだったわけですよ教育団体なんですよ あーなるほどとねで、このベストセラーを出したことでこの戸田浄成さんはですねこ受験の神様なんて受験会では言われるようになっていたらしいでだから影響力ある,あるわけですよねそんな中この創価教育学会っていうのは教育者たちが集まってこの仏教のね日蓮正宗の教えとその教育についてのグループを作ったわけなんですよでこれがですねまあ戦時中 一個ですねトラブルに見舞われるわけですね何かというとですねこれをねお札事件というのがあるわけなんですよ戦時中って日本史でやった通り国家神道なわけですよね要するに国家全体で神道を信じましょうねとねっこの神道というねその古事記を中心とするあの神話あれを事実のものとして 完全に、全員で信じて、一丸となって、戦を戦おうという、この国家神道時代に、仏教って弾圧されてましたよね。そうなんですよ。奈良時代から、神仏集合。あれやりましたよね。動画でね。神仏集合、神仏分離。いろいろなんか聞いたことあるけど、いつ集合して、いつ分離したのこれ集合したのはだいぶ最初でしたよね。入ってきて、すぐに合体したわけですよ。ね。 奈良平安辺りでその古事記を作った辺りから辻褄を合わせるために作っていったわけですよねだから仏が神になったというそういうストーリー作ってあの仏が日本に降り立って神になったのが天照みたいな大日如来が天照みたいなそういうなんかその変身変身する神みたいなそういうあれで集合していったんですよね。 ところが国家神道でバチンとやってナショナリズムが非常に高まってますから仏教は実は輸入してましたよねっていうことで仏教のシステムをだいぶもう輸入しきっているのでもう逆に邪魔じゃないということで排除しようとした流れがあるわけですよそこにここがぶつかるそうですよね仏教ですもんね流れはで 伊勢神宮から賜ったお札を全部の宗教団体に渡してるのでそれを祭りなさいとこう来るわけですよ軍部がねはいでそれに対してですねいろんな宗教団体がいろいろ迷いながらですねとりあえずその形式的だけでもとりあえず祭るとか受け取りは受け取るとかいろんな団体があったらしいんですけどもこの牧口さんがですね受け取りを拒否してしてまったそのことによってトラブルが発生しますそう 不経済治安維持法違反とということで逮捕されてしまうんですねこの2人とも投獄されてしまうという歴史がありましたそしてその中初代会長ねこの創価教育学会初代会長牧口さんですね獄中で栄養出張と老衰でお亡くなりになるそして戦後が訪れるわけです戦争が終わりましたこの牧口さんは獄中でお亡くなりになりましたそんな中ですね戦後またガラリと 考え方が変わわってくるわけですよねあのやり方で良かったんですかっていう球団が始まるわけですね国家神道で良かったんですかねそういうことですねあの反省の思想にガラリと逆転していってむしろそれにくみしなかったということは気骨のある人だったんじゃないかということで人気が高まったりしていくわけですよ。ああなるほど国家神道にくみせずに信仰に準じたんだという。 扱いになっていくわわけですねまたガラッと立場が変わるそんな中この戸田さんがですね2代目として就任すするわけですよ生きてますからね戸田さんはね。こっこから出てきましてそしてまたこの団体を圧倒的に違うものに生まれ変わらせていきました。というのもこの「三述書」ねビジネス本というかその教育本受験指南書。 これがものすごい売れてたというのが経済的なバックボーンだったわけですよこのグループの。ね。それが教育システムが戦後後んったらガラッと変わってしまってこの本が売れなくなってしまったんですね。資金源がなくなるわけですよ。さあどうしたこの団体をどうしようとなった時にこの団体を教育者の団体で小さくまとめるのではなく日蓮聖宗の一つの団体として宗教法人化しようと。 いうことになったんです。それが創価学会なんですね。1951年に自分が2代の会長になった時に創価学会として宗教法人化するそして拡大路線を取るんですねは、まあ、その2代会長になった時のその就任としてですね75万世帯を目標にしますとだからこれまで教育で出版で売るっていうねところからこの信者を増やしていく ことでこのグループを大きくしていこうという流れに変わっていくわけなんですね。これ75万世帯目標ってすごいことですよ。とんでもない数を目標にしてますからね。そこでこの2つが出てくるわけなんですね。1951年ですね。釈福、これ聞いたことあります折るに伏せると書いてある釈福これ仏教用語で、いわゆる勧誘して入れるってことなんですよ。説得して、 この宗教いいよとね入りなさいよやるっていうことなんですねただこの釈伏っていうね、えー、もの自体がですね、まあ、結構ですね熱心に勧誘するわけですよでこの目標があるわけですよ75万世実はですねこの、えー、1950年代にですね尺伏大行進というですね、えー、路線を取りましてもうとにかく増やすんだよ説得するんだよそれが功徳になるからとね とにかく、信者の方が増えるあ正しい教えをに目覚める人が増えるこれはいいことだし目覚めさせた人にはこれは徳が積まれるわけだから原生利益として非常にいいことが起こるよっていうことで結構、強引ななな行行為がが、われていたいたととううことがこの時社会問題になるそうなんですねすごいこう激しいこうもう何人かの信者で取り囲んでもう,、ね、こう入るまでずーっと語り続けるとか。 いろんなことがあったらしいんですね。で、座談会ってのもよく行われていて、その10人ぐらいのですね、えー、信者の方で集まって悩み相談をして、で、入りなさいってやるっていうね、そういうことがあったらしいんです。そして、聖教新聞っていうのも、ここで生まれるわけなんですよ。だから、初代の時の流れじゃないんですね。この2代目のこの戸田さんが、戦後のガラッと変わった時代の空気に、自分たちのグループをフィットさせようという中で、この日蓮聖宗の 外部組織としての宗教法人としての生き方をこう変えていくわけですねはいだから手こ入れしていくわけですよ集団をねで政教新聞っていうのはこの信、ね、徒に入った人たちに届けられる新聞が毎,毎日届けられるわけですよでこの日蓮選手の教えとかこの創価学会の中での出来事とかがとにかくこう、送られてくるという状況になりますこの勧誘強化はいが一つありました そして、もう一つ流れが政治進出なんですよやっぱりキーマンって繋がっていくんですよまさかこの日蓮と田中角栄がここで同じホワイトボードに入るここから始まりその地方議員を送り込み何とか影響力と言ってた中で政党を作りねっついに与党になるんですよ